12月12日、伊予郡正木町小野内の岡田中学校で、愛媛 FC の前野貴則選手の道徳講話がありました。この授業は、生徒に働くことの尊さや意義を学んでもらい、夢や希望の実現に向けて頑張ってもらおうと開いているものです。講師を務めた愛媛 FC の前野選手は岡田中学校の卒業生で、正木町の応援選手にもなっています。この日は2年生およそ80人が参加し、夢を叶える方法やこれからの目標などを次々に質問していました。サッカーの面白いところはどこですか？僕の場合は、相手の選手からボールを奪うっていうこともものすごく好きです。次の質問。どうしたら夢は叶えられますか？真剣に言わなかったんですよ。リフティングショーの場合じゃないんやけど、やっぱり一番は努力すること、あとは諦めない、気持ちっていうのが大事かなと思います。あまりサッカー選手の人と話をできる機会などはないので、いい機会になったと思いました。前の選手の話はとても面白く、いい話が聞けたと思いました。自分の考えをあまりいつも持ってないタイプだったので、自分の考えを持って一つ一つ一日一日大切にいろんな壁を乗り越えていこうと思いました。僕自身も岡田中学校にこうやって入ったのは本当に卒業して以来だと思うので、本当になんていうんですかね、こう嬉しかったというか、また新鮮な気持ちで、楽しかったです。まあ、本当にこの機会で、まあ、こう頭のどっかに、残ってくれた言葉があったら、まあ、僕は嬉しいですし、まあ、心の片隅に、僕が岡田中に来たっていうことを、まあ、忘れないで、本当に今後の生活、学校生活に生かしてほしいなと思います。講話のほか、前の選手と生徒がサッカーボールで触れ合う時間などもあり、生徒らは地元出身のプロスポーツ選手との交流を楽しんでいました。